やるぜ。交換したいわ。どっから来たの？マサラタウン。俺はマサラタウンのボーラオだ。分化してないみたいだし、登りを楽しんできたら？楽しまねえ、俺は。山登りは楽しまないけど、俺は冒険を楽しむとしよう。お借りしますね。お借りしますね。別に俺の何でもねえや。友達でも何でもねえや。どうかな、ここは。アタックティーだろ。ご縁が集まる結び島。だからここなんか五感がいいよね、なんかね。錦くんといえば、うん。孫は騒いでおった。錦くんは偉い。なるほど。いいな。慕われていて。とても羨ましい話だ。てってるって。都会に来たがるけど、あっちだとここに。俺も都会はいいや、もう。俺も隠居してんもん、俺。クロノクロスのなんかあの離れ孤島みたいな、ああいう感じのところに俺ちょっとあの、隠居したい、俺は。ああいうとこ住みたい、俺は。肩の眺めは日課じゃ。ともしみ山。でれれれれ。俺どこ行けばいいんだ。こ、ん？ん？まあ今しょ、曲が変わりそうになったな。まあいいや。後で探索する？今行っちゃう？じゃあ今行こう。ちょっとまあややこしくなりそうだからな。この先に何があるのか俺ちょっとそんな気になる。はあ。あれ。えっか。そうだ、アンダイン進化したなって、そういえば。レベル30。アンダイン。お、なんかいるな。トレーナーっぽいやつがいるぞ。じゃあ、挑むか。誰で挑む？ピーノ、見せてやってくれ。お前のデターミネーション。ヘロー。また水ポケなんじゃないかっていう俺の予想を裏切ってくれるのか。コダック、いってらっしゃい。このピーノやべえな。相変わらずだよ。ピーノー一撃。体力を吸い取った。悪の化身とはこのことである。ホールダック？面白くなってきたじゃないか。やってみろ。お、やつの速いぞ。結構レベル高いな。ここあれなんじゃない？結構あれなんじゃないか。やばいところなんじゃない？まあいいさ。このまま一気に行くとしよう。お、だが吸い取る。そして溶かす。イケメンだな。ゴルダックイケメンすぎだろ。水ポケモンってなんかかっこいいやつ多いよね。スターミーとかなんかさ、シードラとかさ。水ポケはやたら優遇されてる気がするんだけど、ヤドンとかなんかあれはあれでなんかちょっとなんか貫いてる感じがするし、可愛さというかなんか。何を言ってんだ。ビビン。トゥルルルル。ここどこ？ホテルの道？ともしみ山？これちげえな。これ多分まだ行っちゃいけないとこだわ。戻りまーす。てくでってん、てくでって。ちょっとだけチラ見しに行った。ともしみ山多分あれだろ、まだ違うとこだべ。え？やばい、俺今何やった？お前どこ行った今俺。連打して気づかなかった。お？ここどこ？あ、ちょうどいいわ。てってん、てってん。これ行けないのかな？あ、ダメだ、いけないんだ。なるほど。てるってくてん。ジロジロ見て怖いんだよ。居合切りがねえぞ。居合切りがねえよ、もう。またリーザー残させる？おばあさんがいる。ほう。友達連れてけ。いねえよ。いねえよ。俺にそんな心。俺とポケモンやるって心広い友達やな。はぁ。はぁ。物好きだな。なるほど。スーパーボールと石水って。で、この先、ああ、アイテムがあるな。さっぱりわかんねえ。これがその例のゲームコーナーか。ん？何言ってんの？見てきてくれよ。おお。てって。
あれバトルするんじゃないのか。デデデララララバービーボービーボービーボービー。これ何このミニ、このこれは、はあ、ドードリオの木の実、なんかあれかな、ミニゲーム、ミニゲームみたいなもんかな。ティーロリロリロリへえ。キノコなんてどこにあるんだっけ。レッテーバード音が取れてない、声が取れてないんじゃないかって、一瞬不安だったんだよね。あっちはいけないっぽい。ここは誰が出てくる。オリズムか。あーパーレベル高えな。なんというレベル高さ。まあいいや、まず二の島探検する俺。適当に。バビーボービーボー。ヘロー。ラフレシア。思い違えちゃった。誰だったらいいんだよ。おおお、なんだ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 、リザードンこそ。はいはい。何ブラストバーン、何それ。はい、ブラストバーン。え、なになになに、これ何これ何これ。え、なんか覚えちゃったんだけど。え、いや、なんか他のやつら全員できなかったからさ。あ、スミさんまだやってないか。 PA のジョールディアンダーインシオンもできなくて。何ブラストバーンって。俺イヤギリやろうと思ったんだけど。え、ブラストバーンってこれ、あ、ちょっと待って、何このこの、ちょっと見せて見せて見せて。はい、動けなくなる。え、何これ、何このやばい技。え、ちょっと待って、150って、この質問で動けなくなる。これも最後のあれだな、必殺技みたいな感じだな。なんか覚えちゃったんだけど。やべえ、なんかちょっと完全に予想に反して。何をしてくれたんだ一体。もっとドラマティックな感じでやってくれればよかったのに。なんだ、イヤギリ、イヤギリ誰かいたっけ。イヤギリ要因ちょっと見つけてくるから、ちょっと。え、あー、まさきがちょっと今やってるからかな、んかよくわかんないこと。ダメじゃん。なんで、またブラストバーン超える、あらないだろ、きっと。わかんないけど、まあ、あとでいくら、覚えたら行ってみよう。サンド島。パパパパパパパピーポー。はあ、なんかやってるよ。完全にこれやばいパターンだな。アンダイン、お前の正義の心を見せてくれ。え、そういうあれなの、あれ。来ない、この洞窟は。横穴。ほう、夢があっていいな。羨ましい話だ。なんかあれ悪くね、治安が悪くねえか、ちょっとなんか。なんかめっちゃいるんだけど、上の方に。なんだあれ。ベー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 。木の実クラッシュ。木の実の森。早すぎるからな。は？あれ、ここできんじゃん。イヤギリ、あれだよな。多分使えるやついるべ、こんなのだったら。あ、ナッシーとか使えそうじゃん。ナッシーに後で覚えさせるか。イヤギリ要因として。ペンペン、まあ、先にちょっとまあ話を終わらせよう。でれってってれん。で、忘れるってパターンなんだよ。大体忘れるからね。後に取っておくと。負けたら小遣いよこせ。やっぱカツアゲシステムだな、本当に。本当にカツアゲシステムじゃないか。おいおいおい、いいのか、こっちはアンダインだぞ。あまり舐めない方がいいぜ。ふざけた真似をするのはそこまでだ。お前はこのアンダインと見つめ合った瞬間に
お前らの敗北はもう決まっているんだよ。ベトベーター、一発で倒せる？あんだんやばすぎだろ。てか初代こんなイベントなかったよな。お、ベトベーターはなかなかあれなんだな。さあかかってくるがいい。ベトベーターこれなんか海の中に落としたらどうなんだろうね。ドロドロになりそうな気がするんだけど。こっちの味方の味方じゃねえよ。知らねえよ。髪の毛一本一本引き抜くぞお前。爪楊枝で。爪楊枝じゃねえよ。まったくよ。何回戦うのこれ。本当に6回戦うの。てくててん。お、特防めっちゃ上がんない。やっぱ硬いんだな、アンダインって。無言。まだ1体しか倒してないから、出してないから。お前は何なんだよ。まとめてかかってくれてよかったの。ダブルバトルじゃなくて、なんか6バトルみたいな。お、やっと骨がありそうなやつが来たようだな。少しは楽しませてくれるんだろうな。お、面白い。このアンダインが始末してやるぞ。自爆って、自爆はまずい。耐えて、ダメだったか。経験値がもったいねえ。アンダインすまん、許さねえぜ。おめえらいい加減にしろよ。スミス、怒るスミス、怒れるスミス、ぶちかましてやるぜ。お前の仲間がどういう風にやられたのかっていうのをな。お、許さん、心がピンピンだぜ。吸い取ってやるぜ。なに、これでも面白くなってきたじゃないか。やってみろ。小さくなればなるほど。何をしか忘れちまったぜ。ニコニコしやがって。仲がやってる。ほう。ありがとう。まあな、俺はこいつらのおかげでこんなに楽しい旅ができてるんだよ。おかげでこの旅がとても楽しいものになっている。ベベベンベベベベベン、あれなんかそこにあるぞ、なんか道具が。マヨってなんだよ。マヨネーズみたいな、なんか。ああ、なんか道取りはなんかあったな。なんか道取りじゃないとなんかできないってことじゃん。ベベベベンベンベベン、へえ、てんてんてん。お化けが出るぞ。ウスバーから遊びに行かせてくれ。嘘ついちゃダメだよ。ここも矢切りか。やっぱなし、後で連れてこないとダメだな。静かなところで暮らしたくて家を買ったらすげえな。金持ちだな。羨ましいよ。俺も欲しいよ、そういった上のものが。超能力はみんな備えてるらしいぞ。へえ、クールな美人か。なるほど。まあ確かにそうかもしれんな。あれ、ここも嫌切りがあるな。なんだ、嫌切りなくした瞬間に嫌切りが大量なのか。あれだな、必要とする場所がなんか増えてきたのか。俺にどうすればさっぱりわからんぞ。ん、ここもあって、あそこもあるんじゃねえか。お、
これはあれじゃないか、ダブルバトルが来たと。お、まあこれはあれだろう、もう決まってるでしょ。いやどう考えても決まってるでしょ。あ、もうこれでいいよ。うっすー、俺たちの最高のポケモンも教えてあげる。あははははピッピのピッピ、最悪の絵面じゃねえかこれ。最悪すぎだろ。これどうすればいいのこれ。ボーン、悪でしかない。絡みつく、やっぱり覚えさせればよかったな。絡みつくだっけ、なんかでそこを絡めてるところをちょっとピーノでちょっと吸い取るみたいな、ちょっとそういうひどいっす、ひどい、あれやりたかったけど、いやこれはなかなかひどい絵面だわ。回復してんじゃねえぞおめえら。よーし、これでお前たちはもうおしまいだ。かなるはずがない。この極悪コンビニクレーマー来そうだな。完全になんか俺がなんかもう、もう何これ、コスモパワーなんだ。お、ボール上がった、そんな意味ないよ。特番曲がったの、あ、それは困るね。まあいいさ、俺は完全になんかもあれだな、後でもいろいろ文句やれるパターンだ。これ何いじめてんだよみたいな感じでなんか言われるパターンだ。知ったことじゃないけど、だって俺は戦いを挑まれたんだ。楽しかったね。あ、よかった、なんか割とこう好意的な解釈をしてくれた、よかったよ。何やるかたまったもんじゃないか。いいねこのポッポの顔、いい顔してんな、なんかめちゃくちゃなんかこの世の人生に満足してる顔はしてないんだ。だから自分が何をやるべきか分かってる顔している。急いでどこに行くの、なんか探せってやれてんじゃないか、よく分かんないけどな。なんだこいつは、アロマお姉さん、不思議だね。かまあいけるだろう、なぜなら毒タイプもあることによって草のダメージはそんなに効かないはずだからな。うおっ、まあまあだ、お互い似たなもんか。ドガーン、甘い香り、ふははは。そんなものは聞きやしない、残念だったな。成長、今さらそれをやったところでこのアンダインの猛攻は止められないぞ。さあ次はどいつだ、不思議そうなのこのコロナが来たらあのいいね、不思議バナ来るか、全員不思議そうだった。まあな、ペッペペン、木の実の森があるのよ、分かったよ、行ってみるよ。完全にこいつ不審者だろ、不審者極まりねえ。ヒトレバー、これどのくらい食らうか、お、結構食らうね。まあ急所だから、まあ急所ってのもあるだろう。地面タイプマジで、あら、そうこれ効くってこと、自ら弱点を作ってどうすんだって。いいぞ、どんどん強くなってんな。クラブってあんま見たことないよね、初めてじゃないむしろ。なんか全然効かねえ、こいつ結構強いぞ、仕方がない、外れてしまったか。速攻でさらに硬くなるを使う、なかなか厄介なあれだな、厄介戦いになりそうだ。よしこれで OK、 自分を攻撃しろ。逆にこれあれ波乗りとかで行った方がいいんじゃない、試してみるか。逆に特防が低いからこっちの方が効く可能性がある。ほらこちら聞いたわ、ペッ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 、こういう場合もあるんだ。うんってなんで、お前負けたんだもん、負けたんで。なんかいるな、結構いるぞ。あんなにレベル上げてくか。じゃあどうしよう、タイプ的に言ったら、まあでもここであんなに上げた方がいいだろうな。まあ順番で言ったら
バンバンバン。相性的にはちょっとあれなんだけどね、ピーノか、ピーノかスミス出していきたいんだけど。ニョロモ。デデンデン。こいつあれじゃない、催眠術使ってくんじゃないのか。あれ使ってこない。こいつ結構あれだな、素直だな。意外と素直だった。ボーン。え、そんなあれがあるの。あなたなかなか面白い特性持ってるね。じゃあこれでよろしく。混乱便利だな。混乱って結構便利なんだな。なるほど。水は効かないのか。そういう特性なんかいろいろ面白いね。なんかね、ファイアレッドからなんかそういうのが特性が増えてきたら、なんか初代だとこんななかったけどな。クリアボディでなんかその効かないとかそういったく全くなかったけどね。何回やってんだよ、痛えよ。妖怪系なくなったらもうスミスとか出しそうだもん。お、なんだ、全然あれだな。こいつなかなかのデータアミネーションが強いらしいな。一回も騙されない、騙されないってか、なんかあれだな。混乱が向こうだったのによろぞ。仕方ねえか。じゃあいってらっしゃい。相手なんでいっか。山男とか多分そういうのいるべ。山男みたいなやつとか、なんかさ、そこら辺のやつになんかやっていけばいいか。アンダイン、時間がかかりすぎる。光の壁。ほう、あなた何覚えてないっけ。自爆電磁波か、光の壁。これは結構でかいんじゃないの。どうしようかな。いいか、電車。光の壁でいいや。麻痺らしてる暇があるんだったら、なんかもう、まあ、麻痺もでかいんだけどね、かなりな。だ、結構悩みどころだけど。バババン。なんで誰で行く。どれで行くか。やっぱ相性で行った方がいいな。手取ればよ、すぐ終わる。木の実の森な、結構あれだな、時間かかっちまった気がするな。ここはサクッと行きたいところだな。まあトレーナーがいたらおしまい、結構あれだけど、時間もっと時間かかっちゃうんだけど。居合切りが多いな。でもこうやって、まあ、こうやって回り込んで、ああ、なるほど。居合切りがあれば、なんか近道できるところで。まあ別に構わんよ。その前行けるんだったら、それはそれで。これどうなん？俺は遠い、俺は遠回りをしてるのか、それともなんか正解ルート行ってるのか。あれ？なんかあそこにあるな。まずあそこ行くか、じゃあ。ベベベベベベ。なんでもなおしかよ。いらんわ。いや、いるけどね。重要だけどな。ポン、この曲なんか久しぶりに聞いた気がするな、なんか。常盤の森以来じゃないの？なんだかんだで、ね。そういうわけではない。ペンペンペン。あれ？これどこ？俺なんか戻ってきてないな、なんか。気のせい。気のせいだな。オッケー。お！怖いポケモン。はいはい。誰？声で分かってしまった。怖い。完全に変質者じゃねえかよ、もう。かわいそうに。そんな扱わされてるなんて。まあ、もうただの変質者だぞ。スリーパー。不遇な扱いか。そうだ、もともとあれだもんな。スミスに触ったらなんかあれですね。もう麻痺ったりするし、もういいんじゃないの。電磁波なくてもよかったんで。長期戦になりそうだったら光の壁最初に使ってってやっていけばいいんだよ。ほう、はい。友達になった覚えはね。
人もできないもんね。労働量とか持ってねえし。一回じゃあマサキんとこ行って、マサキんとこ行ったらおしまいになるのか。あ、でもいいや。まあとりあえず一回、まあ、マサキんとこに行くか。忘れないうちに。おーい、え、帰らないよ。まだ帰ってもないよ、俺。やめろ。連れてくの。あー、勝手に。で、これいけるよね、また。ドライバス。俺、だってまだやってないぜ。ちょっと待って。まあ、多分、あたりちょっと口ば行ってみば。で、まあ、これだけあるから。行くかじゃあ。なし覚えらんねえじゃねえか。元気の賭けだけさ。なし覚えらんなかったぞ。コラッタが覚えてる。キトさんか。ベベベベン。まあ、まだ探索してないところがあるから、それはまじくれます。そして、そこで何が待ち構えてるのか。ファインダーとネクスタイン。戦争チャンス。